人、物、姉をテキサスへ CCIM のルークです。テキサスから日本文化を通して和ンを広めるためジャパンタウン門前町を作る全洪水プロジェクト。お寺の建設費の一部をクラウドファンディングで募集中です。6月30日に終了しますので 残り5日間、ぜひともご支援よろしくお願いします。さて、アメリカ大統領選挙で、共和党の候補指名を確実にしているトランプ前大統領の支援団体に対して、名門財閥の富豪が5000万ドル、日本円で約80億円を研究しました。 連邦選挙委員会の開示資料で明らかになりました。今回の大統領選挙で特定候補を支える個人献金としては最高額ということです。この符号はテモシメロン81歳、メロン財閥出身で今は ワイオミング州に住んでいます。トランプを支える特別政治活動委員会、スーパーパックに献金を続けています。今回の大口寄付が行われたのは5月31日、トランプの不倫口止め料をめぐる訴訟でニューヨーク州地方裁判所の 陪審団が有罪評決を下した翌日に当たります。メロンのトランプ GA に対する献金は総額7500万ドル、日本円で約119億円に達しました。メロン一族はロックフェラー、モルガンと並ぶアメリカの大富豪です。 三大大罰と言われますけども、フォーブスによると、メロン家の推計資産は、総額141億ドル。日本円で約2兆2420億円に上ります。メロンは20世紀、共和党政権で、強行対策を担ったアンドリュー・メロン財務長官、 彼は1855年から1937年まで生きていましたけれども、その孫に当たります。飛行機操縦が趣味で、1991年に名門航空会社、パーアメリカン航空、懐かしいですね。日本ではパンナムと言われて、私もアメリカに来た当初、1984年ぐらいは何回かこれに乗っています。 その後パンナムは日本路線をユナイテッドエアラインに売ってしまったんですね。で、1991年に倒産したわけですけども、このブランド使用権を、えー、メロンが取得しました。これまでテキサス州のメキシコ国境への壁建設など、えー、移民、 対策の政策であるとか、訴訟に寄付をしてきました。近く彼は辞典を出版する予定です。選挙、連邦選挙委員会によると、メロンは今年4月までに大統領選挙の無所属候補者、ロバート・ケニティ・ジュニア陣営にも合計 2500万ドルを寄付しています。トランプ陣営の寄付と合わせると、なんと総額1億ドル、約159億円を今回の大統領選挙に投資したことになります。個人としてはこれは最高額ですね。アメリカでは候補者の選挙運動を行うパック、 P.A.C. について、個人献金は年間上限5000ドルと定められています。スーパーパックは表向きは候補者から独立し、献金額の上限がないため、大口献金の受け皿となっています。テレビ広告で他の候補を中傷するネガティブキャンペーンなどに、 この資金は回っているということです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。